と思って走ったんです。まだいたんですね。ああよかった。昨日先輩に連絡先聞くの忘れて、番号を聞いて撮影の約束をしようと思って。なんでって先輩に会うためでしょ。先輩携帯。完了。面白いから。実はコンペがあって。衣装デザインコンペです。みんなはデザインしか出さないので面白くないから。私は写真も一緒にと。私が着て撮ったの。え？言ってませんでした？私とても上手いんですよ。本当です。衣装デザイン家ですし、エリスの服も私が作ったのに。それで先輩、今週末時間ありますか？今ですか？そうします。でも今日の私で大丈夫かな。先輩の実力信じてますから。撮りましょうか。いいですよ。準備できました。大丈夫ですか？撮らないんですか？
取らないんですか？取らないんですか？わかりました。じゃあ撮った写真見てますね。これ少し暗いな。これなんか可愛い。先輩、大丈夫ですか？はい。はあ。おお。ここで写真いいですね。次はどんなポーズがいいかな。
に撮れてました？見たいな。先輩、一緒に見ましょう。これ、いまいち。先輩、本当に上手。やっぱりモデルがいい。ありがとうございました。やっぱり先輩でよかったです。